お待たせしました、えー、金子勝の言いたい放題、えー、しばらくご無沙汰しましたがパワーアップして再起動です、えー、金子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします実はですね今回三回シリーズを考えてましてはい 今このぐちゃぐちゃになった日本をどうしたらいいのかということで、そうですね、金子モデル、一つ話していただきたいのです、ね、もっとダイレクトに今日一1回目なんですけど、うん、安倍さんとか菅さんみたいな、うん、まあこういうと失礼かもしれないけど、劣化した政治家がなんで首相になれて、そに日本経済がどんどん後退してるのに、それがなぜ覆されないのかっていうことをきちんと説明してみたいと思うんですよ。うん 愚者の支配をぶっ飛ばせ。まあある意味で、経済とか社会とか人の命まで今脅かされている。ええ、この背景には、やはりこう、愚者の政治。こんな人が俺たちの指導者なのどうしてっていう、皆さんもそう感じてると思うんですけど、そこの構造からまず話を進めていきたい,いそうですね、うん、あの最初に行く前にこの データで見ると46月の GDP 成長率っていうのが日本は年率換算1.3%なんですよ。かろうじ、ん、てプラスそうですなんかアメリカは6.5イギリスは20%、うんうん、ちょっと大前年同期比でちょっと違うんですけど中国は7.9%なんですけど。うん こういうふうにやって、日本だけ完全に遅れていて。てね、そ日本はさ、あの、菅さんに言わせるとね、コロナの被害は先進国でも非常に少ないと。そう。さざがみだと言ってるわけでしょ。なさざがみなのに、のにどうしてこんな経済の回復だけが、日本はこう、どん、どんじ、どんべりになってるのか,かっ,っていうところですね。そう。で、実際に倒産が2000件近くになってきて、 東日本大震災の10年間分ぐらいの倒産が一気に起きていてそれから東京商工リサーチのえデータ見るとあのアンケートなんですけど、ええ、企業が過剰債務だと感じているのが36とか7とかいう、うん、そういう数字になってるんです,、ね、そうですよ。から倒産りもこれ するんじゃないかと思うところがたくさんある。それは大きな原因としては借金付けで。返せない借金をみんな買い込んじゃってかろう,、ね、うじてそれで点滴で生きてるけども、それが外れると途端アウトになるっていう、そう,そういうケースですよね。それを支えているのが日銀の金融側のゼロ金利無担保の資金なんですね。で,すねで、こういう状態であるにもかかわらず、この産業,産業の大転換期に対応できない。 政治システムの劣化っていうのがこの衰退を招いてんじゃないかっていうふうに私は思ってるんですね。で、それの延々をこうたどってみると何かっていうと実は1990年代の初めのいわゆる構造改革、新自由主義改革と政治改革っていうバブル崩壊後の日本のなんていうか改革のありようというものが 結果的にここに帰結したんじゃないか。うん、で、その向き出しに、その構造改革と政治改革の、その失敗を体現しているのが、菅内閣っていうことに多分なってるんだっていう、うん。今日はその辺の話をですね、かなりしっかりやっていきたいと思います。そうですねその。まあもう皆さん忘れちゃったかもわかりませんけども、今から20年以上前にバブルが崩壊して、うん、それから様々な形のリストラがあったり、政治改革があったり、構造改革があったり、 したんですがその金子先生はこの今の衰退の延源はその当時起きた構造改革と政治改革ここに始まりがあるんだというお話ですねそうですね左派、はい、リベラル系の人たちは「真珠主義反対」みたいなことを、まあ、スローガンとしてすごく言うんですがメカニズムとしてなんでこんな状態が長続きしてるのか、うん、っていうことを説明してないんですよ。うん で僕は一番最初はやっぱりあの小選挙区制っていうか政治改革の一つの形が盗まれか小選挙区制になっちゃったんですね。で,すねであの選,選挙すっていうかあの選挙であの政権交代ができる改革だっていうスローガンだったんですが英米まあアングロサクソン系の国はその末端の選挙区で候補者をあの選挙するんですよ。 それ全くないんですよ、日本は。それで何が起きたかっていうと、うん、実は当選しやすいやつが1対1になっちゃうので、そうすると2世3世の議員で地盤,で、うん、地盤看板があって、それで知名度が高いので、簡単に若い時に、えー、当選すると。そうすると、自然的に当選回数が重ねられていって、自民党という古い年功序列の組織でいうと、閣僚を気がついてみると、かなり大半が、 世世議員になっっちゃううううていうそういそう現象が起き始めたんですです、ね、だから政治の劣化が一番早く起きたのが自民党で、その自民党の中だって昔は、その官僚派と叩き上げと、それから2世と3世やなんかで、まあ、いとるよなバトルがあったんですけど、いつの間にかなんとなく貴族制度みたいなね、形の家業が政治家だみたいな人たちが自民党の圧倒的な主流派になっちゃいましたよね。そこに新自由主義改革っていうのは重なって、うん 小泉改革優勢選挙で資格選挙っていうのをやったわけですよ。で結果として、あのー、党中央に反発すると選挙で完全に当選できなくなっちゃう。そうですということで、まあそれまで良かった中選挙区の時の派,派閥による事情作用っていうか競争が全くなくなって、 この愚者の支配っていうのの、うん、基盤がここで新自由主義と政治改革によって、うん。あの原型ができるんですね、はい。<で>それをちょっと振り返ってみようと思うんですけども、うん。ちょうどことの始まりっていうのは。経済のバブル崩壊と。自民党の崩壊ってほぼ同時に起きましたよね。そうですねで。あの頃。やっぱりあの自民党の中で。宮沢政権が崩壊して。それでまあ自民党自身がもう瞑想状態になった。 それで小沢一郎が抜け出したり、その形成会が分裂したり、でちょうど田中家が亡くなったり、そう,ね、そういうような形でもって古い政治が終わったんだけど、新しい方向をどういうふうな方向で行っていいかわからないと時に出てきたのが、結局細川内閣で,で、細川内閣に至る過程の中で政治改革が必要だっていうんで、えー、なんとなく小選挙制の議論がボーンと出てきてしまったという。そうですね。うん、で、そこの中で、 3番目の問題として、政治主導っていうのが言われて、実はそれは官邸主導になって、うん、小泉改革の時にまさに、あの、経済財政諮問会議ができて始まるんですけど、官邸官僚ってのができてきて、その時の第一安倍政権が、この愚者の支配の形成の出発点になるわけです。第1位、2007年でした、ね。それまでは、要するにか、あのー、いわゆる官僚の中の優秀なやつが、 こう結構政治家になって、うん、それがあの官僚制と通関になって俗議員との関係で一つのこう、うん、え政策も非常にできて人材もそこからあのリクルートするってなったのは、はい、2>, 2世3世がど真ん中になって今度は官僚を支配しようと始める、うんそ,うね、そうすると官僚,官僚からのリクルートっていうのは非常に少なくなっちゃうんですよ。でこれがあのい 一見ナチスと類似するような、うん、あの、親衛隊に当たるのが官邸官僚という仕組みができちゃったわけですね。で,ねで第一次安倍政権の時の秘書官、これが親衛隊で、当時のまあ原子力村、うん、商工官僚ですけど、安倍ですから、で、今井隆也はじめとして、まあ、彼が政務秘書官になって、これが第二次安倍政権で完成していくわけです。で,すね、で、実を言うと、これが実は親衛隊の裏にあるのは、 原子力村っていうのは原発の事故トラブル隠しをずっとやってきて隠蔽と改ざんの対象の染みついた官僚、計算官僚が官邸のど真ん中をやっていくので、うん、その政策的失敗を隠す仕組みでは、もうずっとそれを、うん、あの、ノウハウを集積してきた。そこにもう一つ、公安警察官僚。 これのコアにいるのは杉田和弘官房、内閣官房副長官。でそしてこれが北村ですよね。そう、北村茂。第一次安倍政権の時の秘書官である北村が、そのまんま第二位のところに来て、それで今や国安前、えー、保障局長ですかそう。まあ今一応交代しましたけど、うんうんね、内閣人事局の局長が結局杉田和弘氏になって、 マイカーさんがまあ尾行されて、それで、まあ、杉田さんに呼び出されたっていうのは象徴的ですけど、これが陰室に大量の官僚を監視し、査定をして、大量の忖度官僚を生み出してきた。いや、だからね、この官邸の中で、その官邸官僚が力持つ、そしてその官邸官僚の家内の部分が公安端でしょうでしかも 必ずしも、なんていうか、地元の出身のですね、警察庁の本流とも限らないわけですよ。だから、こう、うまく政治にわたって、官邸の力をつけた、その、公安官僚が、むしろ本家の、その、えー、警察庁に睨みを聞かすみたいなですね。そうですね。そんな形まで出てきてしまってる。そうですね。そうすると、<で>そのルートにどうやって乗っていくかがね、なんか。そうなんですね。で、もう一つの、この、えー、官邸官僚の支配の武器が、 あのそまあ総務省支配を通じた、うん、あるいは電通とつるむような支配ができてメディアをコントロールするでそのコアにいたのが実は菅さんだったわけです、うん、でまあその中であともう一つ後の方で詳しくやりますけど学術会議の任命拒否っていうのありましたよね,、うん、たねその時見てると分かるんですけど原子力村と、うん 感染症村が今度あった、ありましたけど、このある種の官邸の中で、その、いわゆる議官中心の官僚を、まあ、その、専門家と称して、実は専門性ゼロなんですけど、うん、この人たちを全面に押し出して、それで彼らの、なんていうか政策を正当化させるっていう、そういうメカニズムを作ってるんですねだからね、これはあの、まあ、いろんな意味で昔問題になったのが、 あの政府はあの官僚支配じゃないかと省庁が強すぎるということがよく言われたんですけども、うん、逆に省庁の方でバランスを取れた方向をやろうとしてもその官邸が都合のいい自分たちの政策をやるために都合のいい専門家を使うというそういう形がだんだん出てきましたよね。だから批判を封じていくことがあの前面に出てくるので実を言うとナチスと同じように見えるけど違うのは。うん あのボリス・ジョンソン、イギリスのボリス・ジョンソンやアメリカのトランプみたいな、先導する動員型のポピュリズムじゃないんですよ。うん、でむしろ、投票に、上に来させない、うん、諦めのポピュリズムみたいな、なそういうちょっと特殊なあの支配のメカニズムが生まれてきちゃっていて、実はその下を支えてるのが、 公明党党っていう組織政党なんですようん、うん、これがずっと下駄の雪のような役割を果たしてずっとつまりあの批判を全部あのメディアで抑え官僚で抑えそれでみんな何かを言おうとするとこのいわゆるカッコつき専門家によって全部封じ込めをしていって、うん、真っ当な歴史あのいなんていうんですか、ね、認識を 国民の中でオープンに議論するってことを全部遮断していく始まり公明党の役割はどう,どうですかそこでまさに、うん、あの投票所に行かせないためで、うん、そうするといつも彼らがこのある種のファシズムに近いような仕組みを徹底的に支える役割をあの自民党だけでは勝てなくなってきたのでだからあの公明党はですね自民党を組む時に自民党はあまりにもひどすぎるから 我々が一緒について自民党のやりたい放題とか、まあ言ってみれば金権的体質を自分たちが解するんだ、みたいなね。はい、そういう言い方をしたんだけども、いつの間にか自民党から切られるのは嫌だから、 その、権力、権力のうまみみたいなものを知ってしまうと、離れられなくなって、むしろ自民党を制御するよりも、自民党をガードする側に回ってしまったという、うん、そういう雰囲気がありますね。そうですね。遠山議員も辞めさせられたり、それから公明党関係の議員に対して、 公安警察か検察が脅かされているような事件がいくつか出てきてますので,、うんですね、見てると公明、まあ、党の支持,支持者が必ずしもこの考え方に一致してなくて、うん、例えば婦人部の一部の人たちはもっと進歩的なことをやってほしいんだけれども結局投票所に無理くり動員で行って他の人たちの批判的な議論は絶対に 投票に来ないようにさしてるので結果として自公政権の支配っていうのがご永続化するようなだからこの金子さんの言うソフトな独裁っていうのはまあ人々がもう政治なんて嫌だなとか近づきたくないなとかっていう政治に対する嫌悪感を申してそれで投票所に行かないそこにそのまあ補完勢力たる公明党がしっかりくっついてその自分たちの組織量でもって 全体の下がったその不人気のところを盛り上げてるっていうねそういう構造になっちゃってますよ,すよ、ね、だからこの構造が結果的に官邸官僚はどういう役割を果たすかっていうとそうですね。だ,だから あのちょっとなしとな違うじゃないですか、うん、つまり議会制を通じて、うん、そこの中に批判的な勢力がこう抑制されるように動いていくだからできるだけ国会を開かせない、うん、それからイベント主導っていう,いう形でそのメディアの報道をどんどんそれに誘導していく。うんまあ、もちろんあの 小泉純一郎のような役者じゃないので、うんうん、彼はまあ、あの、優勢選挙であるとか、北朝鮮のあの、問題とか、ああいうので、どんどんメディアをやったわけですけど、今は、例えば、オリンピックをとにかく誘致して、アンダーコントロールって話にして、原発輸出を正当化しながら、同時に、リオ五輪で、アベマリオみたいな演出をしているのが、電通なわけですよ。そうですね、だから、そういうやり方、あるいは、大阪万博やカジノもそうなんですけど、 こういうイベント主導のやり方で、例えばこの東京オリンピックの裏側で、東京オリンピックの調整会議の真ん中を仕切ってたのは杉田です。杉田,ですね、杉田、そうですね、官房副長官ですよね。そうですね。ワクチンの5、えー、大臣調整会議の真ん中にいたのは泉,法泉補佐官で、うん、これはあの菅さんのバックにいるわけですね。じゃあ、この官邸官僚って何なのかっていうと、実を言うと、 このそれなりずる,ずる賢いというと変だけどそれなりの能力はあっても、うん、決して主たる彼らがいた官長でトップに行ける人材じゃないんですよだからある種杉田にしても泉にしてもどちらかというと、まあ、ど真ん中の人じゃなかったわけですよね。さして業績もないんですよでそこが持ってる俺たちは優れて支配してるのになんであの本性では。 勝てなかったんだっていうルサンチマンを抱えていて、ここの中で公安警察が牛耳るような内閣人事局をこう通じて、本省を支配し始めるわけです。うん、だからどんどん、あの、内閣府っていうか、うん 首相官邸に予算をどんどん集中して事業を取っていくようにするのが国家戦略特区なわけです,そ,ですそれを支配しているのは官邸官僚なわけですだから前川さんはそこに抵抗したわけですね、うん、本省の文科省で何か今までのつまり小泉改革と安倍とはどう違う安倍さんとはどう違かったかっていうと小泉のと小泉氏の時はもう本省からも下からもあのプロジェクトを上げさせて、うん 調整してたんですよ。ところが、今は官邸指導で全部上を抑えに行くわけですよ。だからそういう意味ではですねないあの、内閣人事局ができてからというか、官邸指導になってから、行政組織が変わっちゃいましたよね。そうです。それまでは、その、例えば財務省、経産省、それ外務省、総務省、そういうところが、会議っていうか、それぞれのところが議論し合って、その調整でものが進んだのが、今、 内閣官房、すなわち主要官邸ですよね。うん、内閣官房に権限を集めて、内閣官房の子会社として内閣府ってのを作って、その内閣府にみんな執行させて、そこで調整する、まあ、あの、官僚、官邸官僚が仕切ってものを決めてしまう。だから、官邸官僚がどういうふうな、あの、判断するかでもって、すべてが決まっていくっていう仕組みになってしまったわけですね。ですね。で、そこの中で非常に重要なのは、 まあ結局安倍さんも何も二世三世っていうのはまあ沿行主義でしかできないわけですよ。うん、政策を語れるわけでもないので、とそういうところで必ず不正や腐敗が起きるわけですよ。とそれをもみ消す体制が、 まさに官邸官僚の役割だったわけですよ。森、ね、掛桜も。だから、公文書を改ざんしたり隠蔽するのは、もう原子力村の得意技ですし、うん、検察や警察を使ってどんどんもみ消して、まあ、最後黒川検事長ではさすがにひどいなっていうことでひっくり返っちゃうような状態にはなりましたけど、うん、そ,うそういう役割をずっと続けてきたっていうのが明らかなんですよ。あの一件っていうのは、 まさにあの、公安警察でですね、過ぎたとあのけ、警察庁がこう、バトルがね、水面下であったんですけど、ええ、同じことが検察であって、検察というのはやっぱり、俺たちがやっぱり仕切ってんだっていうのがあるわけじゃないですか。で,すで、最高権まで、そんな官邸官僚にやられたら困るっていうのが、あの、最後の抵抗です。です前川さんもそうだし、<う>黒川県庁もそうだけど、うん、この、 官邸官僚が本省を支配していくような体制を作ろうとしてきたことに関して、うんうんね、ある種の軋轢が発生してきたのがこの間の事態ですよね。やっぱり検察庁の場合、自分たちがその暴力装置を持ってるっていうのは強か、強みだったわけですよね。そう,そうそうそう。で、もう一つ非常に重要なのは、あの、徹底して政治家の中で、うん、あの、 自分より優れ、あの、学会でもそうなんですけど、<laughs> うん、優れないやつがね、結構いいポジション取ると、自分より優れたやつを絶対雇わないんですよ。そうなるほどね。で、結局どんどん小型化して学問が、うん、滅びていくんですけど、これは今回も同じで、ぐ愚者が、 トップに行くと、自分より優れたやつを絶対潰しに行くわけですよ。よなるほどね。後継者。考が働きますからね。そうで、後継者潰し。っていうのは、愚者の支配の永続化の。その一つの手段として動いていて。うん、目の前のライバルはですね、あらゆる手段を使うわけです。なるほど、ね。で、石破さんが今度の総裁選挙で。うん、結局、出られなくなってるわけですよ、ね。よ、うん、今のところね。じ、う、ゃ、ん、あれは。 前の総裁選の時に、うん、結局、岸田さんに票をこう動かしたっていうことがううこともう、公然と語られてるわけで、で、石破さんを最下位に持っていくっていう、こういう、こういう手段も使ってきてるわけですあ。だから本当はああいうのは小賢しいっていうか、だって一番最初の選挙の時に、その安倍さんと石破さんが戦った時に、石破さんが地方票では勝ったわけですよね。そう,そうそう。だそれでやっぱり自分の最大のライバルは石破だと分かってるから、 それを潰しにかかってまあそういうものに自民党がなびいてしまったってところがありますよねそうですねだからそれでもう一つは将来のライバルは、うん、全部汚れ役を回して潰しに入るんですよ。なるほどでまあ山口の、うん、安倍さんのライバルだったのは林芳正で,そうです、ね、今度林芳正議員はなんとかもう衆議院で最後もう年なので一念、うん、発起やるわけですけど。うん もう必ず衆議院で出ようとするのを潰しに来たわけです。林一族といやあの安倍一族の戦いが。そうだからね、これはあの中央にはなかなか見えないんですけども、林さんも安倍さんもみんないい家業として政治家の家柄としてはいい立派な家柄ですよね。そうす、ね、そうると、ね、安倍家と林家が戦ってるわけで、<う>林家が安倍家にとって代わられるのはやっぱりあの安倍家としては困るというね。だから彼は TPP の時の農水大臣。なるほど、そうですよね。 例えば、下関とかああいうところで農協とか漁協とかいうのは、必ずしも安倍さん支持じゃないんですそうですよ林、ね、さん支持なんですよ。だから、そういうのをやったり、かけ学園の問題に文科大臣に林さんやらしたりするわけですよ。で、ここが非常に微妙なんですよ。そうですね。不妊政策させるわけですよ、ね。それで、菅さんも同じ手法ですので、河野太郎氏が人気が高くなれば、ワクチン担当大臣にして、ワクチンの 一切合切のこのんていうかあのまあ嘘を垂れ流してるわけですけど全国民分確保したとかねそう全部それを河野太郎に全部尻拭いさせるっていう形で、えー、まあ潰しにいくかだからうまくいけば俺の手柄まずくなったら河野の手柄田村 <laughs> あの厚労大臣も結果的にはあの石破派ですけどコロナ禍で厚労大臣の一番、うん あの汚れ役を田村さんにこうなんていうかつかませるっていうこういう感じですよねだからねこのなんていうか愚者の楽園になった今自民党としてはですね結局潰し合いみたいな形でもって俺がだから自民党が再生するんじゃなくて俺が生き延びるってことが最大限のまあなんていうか目的になってるじゃないですかですだから今度の総裁選っていうのはこうくず箱化したあのー 自民党を象徴してるんんだと思うじゃあ岸田さんを出た時にもう岸田さんもあのずっと安倍さんのもとでずっとやってきちゃったのでなんか対抗するあの政策が一つも出てこないわけですよ。すね、だからコロナ対策でもあの緊急事態宣言を強制的なロックダウンに近いようなことを言うとかねそのぐらいの差なんで。 本質的にじゃ野戦病院が、型の医療体制をどうするかとかね、抗体医薬とか、あるいは、あの、ワクチンの、この、供給不足に対してどういう政策するかとか、その、自宅療養の状態に対してどういう対策をするかとか、そういうこと一切出てこないんですよ、ね。そうですね。この間、あの、まあ、言ってみりゃ、立候補表明のね、記者会見やってましたけども、あれを見て思ったのは、一番の政策って何かっていうと、 自民党の中の役員にを、もう任期を1年にして3期までとてね。<laughs> ど我々かはどうでもいいような話。そう,そう,そう党内向けの人の話。内向きですよね。ちょっともう一つは、私はもう、あの、1時間でも2時間でも記者会見あります。自分の言葉で語ります、みたいな。まあ、一生懸命そういうふうな、菅さんの苦手のところを言ってるだけで、じゃああんた中身はなどう違うのってとかほとんど語られない、ええ、でたでもうダミーに近い、あの、下村博文さんとか、うん、高市早苗さんとかいうのは、もうちょっと、もうはっきり言って、あの、 総裁選っていうか総裁の玉にならないでしょ。いやだああいう人が出てくるっていうところに、やっぱり今の自民党のなんか限界っていうかね。劣化ぶりっていうのがはっきりしてて。うん、他,他にいないの他にいないの小渕早苗さんなんかはもう今コロナで苦しんでるのに一言も喋らずに何を言ってるかって言ったら、 自衛隊を国防軍にしますとか、うんえー、中国や北朝鮮に先制攻撃できる法改正をして、それで、健全財政主義っていうか、あの、財政均衡の、その、棚上げにして凍結にして、戦時財政みたいにお金ばらまきましょうっていう、それが彼の、彼女の、まあ、あの、なんていうか、公約なわけですよね。うんうん、で、そういうことが国民の声を聞いたことになるのかっていうか、 あまりにも、なんか劣化しすぎていて、ちょっと、もう目を覆うような状態っていうのが、この今の自民党総裁選の出てくる人たちが、もうそういうレベルになってしまったっていうことが、行き着いた、ね、つまり90年代の改革の行き着いた象徴的な事態なんじゃないかっていうう。じゃここのところをねそう、メディアとか世の中の言論っていうのは、きちんと指摘してからいかなきゃいけないと思うんだけども、 どう見てるとじゃあ総裁選はいつになるのかとかそこに誰がなるのかとか誰が優位であるとかそういうふうな何て、まあ、いうかどうなるだ誰になるいつ決まるみたいなそういう話ですよね。ううよね中身がないいっていうのは 本当にあの、愚者の次第の構造の典型的なのは中身がないわけですよ。で、入れ物だけの議論をしたり、包み紙だけの話をしたその象徴が表紙を変えようっていう話じゃないですか。そうですね。でも、表紙が変わったことによって何が変わったのかっていうのは、安倍から菅への移行の時に、こんなにみんな経験してるわけじゃないですか。うん、最初は表紙が変わった。おもう、やっぱり二世三世ダメだなあ。叩き上げか。頑張れって言って70、70%ぐらい支持があったと思ったけど、中身がないもんだから、急に、 もう今こんなになっっちゃったわけです表紙を変えてもだめだということが分かったのにまだ自民党は表紙を変えればいや、引岸らかなんか出てくれば少し選挙を勝てるかなというのは思惑ですよね,そうですね確かにそういうところがあるかも分からないけどそれで何が変わるのっていう,また,う、ね、また裏切られたらじゃ本当に千田さんというのは安倍さんとか菅さんに対してビシッと口じゃなくて戦うことができるだけの腰が入っているのか。 それだけの政治信条とか姿勢を持ったのかっていうところになるとそこをやっぱりメディア見なきゃいけないと思うんですよね。そうで,すねで今見てきて、まあ、小選挙区制から始まってそれで、まあ、ある種の官邸官僚の支配がありでそれが選挙を中心にして、うん、こう絶えず選挙に勝つようなやり方をやっていきながら、うん、もう諦めのポピュリズムを作りながら 後継者潰しを得ながら愚者の支配を永続化するんですけどす、ね、これはちょっとナチスとの対比で見てるんですけど、うん、日本のこう天皇制みたいなとを考えてみると菅さんの特色は説明しない <laughs> 説得しない責任は取らないみたいな。うんうんうん そういう姿が、なんとなく天皇制の、まあ、皆さんちょっと、あんまりもう今読まなくなったけど、うん、丸山正夫さんの、うん、無責任の体系みたいな、うね、こう、空洞化、まあ、中心が空洞化で、なくて、うん、なんとなくこう、空気で決まっていくみたいな、うん、だから誰も責任取らないみたいな、そういう日本の特殊性を指摘してるんですけど、 天皇制とは全く違って、うん、作られた無責任体制っていうのは、うん、このいわゆる愚者の支配の中でできていて、もう一つのアクターが忖度専門家なんですね。うん、うん、なるほど。で、皆さんがか、あの、自分の言葉を語ってないっていうふうに言ってるのは、 コロナの問題があまりにも生命に関わってるから、ウイルスが忖度しないから露呈しちゃってるんですけど、菅首相の隣、いつも尾身茂る、あの、専門部会、部会長を出して、で、専門家が言ってるから、私はこういうこと言ってるんだ。うん、ところが、尾身さんどうですかみたいな感じで。さんは、<laughs> いや、こういうふうに言ってるけど、ここが、 もうある程度もっと感染を注意することが問題ですって言って、一見違うように言いながら、<laughs> あの、絶対したら何、お互いに言ってることを容認し合ってるっていう、<laughs> もたれ合って首相は説明しね責任を取らないっていう体制を作っていて、うん、で、それを言うことを聞くような専門家が、実は手足になって動くっていうのをもう一つ作ろうとしてるのが、 まあ、原発絡みで言えば原子力村と呼ばれる、いわゆる官庁の中にいる文科系と、鍵議長系と、経産省系の原子力村議員と、学会のそのブレーンみたいな人たちがいるわけですね。感染症も、いわゆる厚労省の岡部信彦氏や、尾身茂氏のような、 厚労議官の中で、うん、まあ専門家と言ってるやつが仕切って、感染症学会の感染症村みたいなやつがこれくっついてるわけです。だから専門家と言いながら、結果、結局は、まあ言ってみりゃ、ええー、まあ議官ですよね、政府の。そ,それでその人たちは予算とかポストっていうのと、にがっちりまあ組み込まれてるわけですから、ある意味で政府の中の人なわけですよね。そ,うだそこに話を聞いて、あの、そうだそうだっていうような言い方をしてるような、 だから、先端分野の知識がないんですよ。うん、この、仕切ってる人たちは。で、研究もしてないし、臨床もしてないわけですね。で、無原則に忖度しちゃうのは、常に予算もらってるんですよ。そうですね。で、おみさんの、何だっけ、地域医療なんとか促進、推進なんとか機構とかいうのは、60億補正予算からもらってるし、うんうん 感染症の脇、うん、田さんと、ね、さんのところは30億円もらってるし、うんうん、みたいな。あるいは岡部さんは、うん、あの、川崎の、あの、えー、衛生研究所のどでかいビル、250億って言われてるようなビルもらってるし、みたいな。そういう人たちで、まあ、菅さんの好みですよね。お金と人事でばらまいていって、言うことを聞く人がいて、そうすると、 あ菅さんがやりたいのは GoTo キャンペーンや東京五輪で、うん、とにかく経済を良くしたいっていうだけだからあとはそれを正当化する人たちがそこにいるわけです、うん、ところがこの作られた無責任体制はやっぱりウイルスの恐ろしさというかコロナウイルスのすごさをきちんと分析して科学的な態度で政策を立てられないからもうやればやるほどひどいことになってここうういうことになっってしま結局、ね、結果が示したわけですよ。 だからもう1年半、そういうふうな専門家の人たちと政府のもたれ合いでコロナ政策をやってきて結果どうだったんですかということを見るとひどいことになりましたと、ね、だから本当はこれやり直さなきゃいけないんだけどもぐちゃぐちゃそこができないそれでじゃあ、表紙を変えればなんとかなるかってそういういい問題じゃないわけですよね,そ,すねそこにあのコロナっていう問題は世界中である種の独裁を生んでるんですよ。うん その、まあ、エルドアンであるとか、あの、ドゥテルテ、フィリピンのドゥテルテとか、うん、あるいはプーチンとか、習近平とか、うんね、みんなそういうのがなぜ生まれてくるかっていうと、コロナ禍の起きてることは一つはバブルが起きてるわけですよ。もう金融緩和はひどいんで、そうすると働く、働いてる人は、 あの非常に苦しいのに、働かない奴が金融緩和でお金があるので、株や不動産を持っている奴がどんどん所得が上がるっていう、究極の格差社会を生みながら、分断を非常に深めていく。と同時に、メディアが大量の死にあの非常に分解になっていくわけですよね。で、これは戦時中とも似ていて、で、そっちは一般の人はどうかっていうと、無症状の検査をしないことがどういうことが起きるかっていうと、お互いがお互いを信用できない社会を作っちゃうんですよ。そこですよね、だから。 あの自分が接してる人がコロナをウイルスを持ってるんじゃないかということを前提に向かかうわけですからねだから集会もできない、うん、だからお互いに連帯を確,確認することもできないでそこの中で、えー、尾身さんの例えば若者の気の緩み論みたいなのを言ってたりとか小池さんがウイルスの,あの心の隙はウイルスの好物ですとかわけのわかんないことを言って <で>だからなんとなくね、<っ>感染した人が悪いっていうね。そう,そうすると、自分が感染を隠さなきゃいけないとか、そう、ね、なんかそういうような世の中の雰囲気空気が出てきてますよね。で、欲しがりません、勝つまではみたいな話で、結果的に菅さんの事情論というのは、自宅療養が,療養が基本になって、うん、自己責任論になって、厚労省の医療費削減政策の中で、まあ、みんな、 国民健康保険の保険料を納めているにもかかわらず、検査も受けられない、病院にも入れない、みたいな、生存権そのものを危うくするような、戦時中と似たような状況を今作り出している。うん、で、ここの中できちんとしたこの体制を容認してしまうと、うん、経済もう絶対うまくいかないことも確かなんですけど、さらに政治体制が劣化していっちゃうので、 経済がこう回っていかないっていうか社会がこうフィードバックがこう効いていくような社会でなくなっていくってことなんですよね。これをとにかく断ち切らないと、うん、とにかく今の状態の中で日本の経済も社会も立ち直れない状況になってきてるっていうのが今の状況なんじゃないかと。うん、しかも,しもやっぱり政策の間違いがですね結果的にはその人々の健康とか健康不安に出てきたわけですよね。で当然そういうものは 政治意識に反映するはずだと思うんですけども、やっぱり最近の菅さんの不人気っていうのは、それだけの政策の失敗、その政策の失敗の背景にある政治、政治家の劣化、そういうものが現れてると思うんですけども、これがどういうふうにバネになっていくんでしょうかね、で、私はここで、あの、いわばみんなが一年発起をして、うん、市民の力で、うん この体制を覆さなければいけなくなっている。で、そのそれで,、ね、で実際に危険だという20%台の支持率に来ていて、で、ANN つまりテレビ朝日系では25.8%まで落ちてきている。 で支持率も過半,を過半数を超えているとでやっぱりコロナ対策やこの緊急事態宣言みたいなもののやり方そのものに対する多くの人々の反発を持っているからこういう結果になっているんでこれをあの本質的なこの愚者の支配のメカニズムを壊していくエネルギーとしてそれは市民の力で変えていくしかないような。 その、あの、まあ、言ってみりゃね、分かれ道のとこだと思うんですけども、<う>先生が言われるように、そのソフトな独裁っていうのは、人々に政治を諦めさせるっていうかな、あ、もうこんな政治だったら俺、あの、まあ、どうでもいいや、みたいな形で、投票所に行かないっていう行動を、 まあ、作ってるわけじゃないですか。だけど一方では、ここに出てるような反発がものすごく起きている。その反発を諦めにしていくのか、反発をバネに変革に結びつけていくのかっていうのは、これが最大の今僕たちと言われてるい,いや、そうですねそれな。なぜそういうことをあえて言わなきゃいけないかっていうと、じゃあこれに対抗する野党に、そういう力があるかっていうと、うん、昔の名前で出ていますみたいに、うんうん、労組主導のいわゆる うんなんて言うんでしょうかねあの野党再編みたいなことになってきてるんですよいや、そこですよね、だからだって今、ローソーってそんな大したロースがあるわけでもないと思うんだけどもでも実際、この間の,あの横浜の選挙見てもそうだしその前の広島見てもそうだしやっぱり大ローソーいろんな形でもって注文つけてそれがえあの 野党第一党である立憲民主党の判断っていうものをですね。微妙にこう揺るがしてるってところがありますよね。だから、組織力としても集票力としてもまあ、都議選で見ればわかりますけど、国民民主は 1, 1議席も獲得できないくらいに低下しているにもかかわらず。立 立憲民主党の議員たちが地方できちんと地域で活動してないがゆえに、うん、ポスター貼ってこらうのが連合ぐらいしかいないみたいな、そういう状態の中で、うん、立憲民主党の執行部が、この連合の一部の民間労組に妥協をし続けているので、これは多くの国民の中で、うん立 県民主のまあ悪いけれど、うん、枝の執行部に対する支持率が異常に低くなってるんですよな,、ね、なぜかといえば彼らがた成立した経緯は希望騒動の排除の時に、ね、彼らがあの決起したことはそうだけど市民がそれを盛り上げて、うん、特に当時はシールズのしゃあのが若い人の運動があった で、それを押し上げたわけですよ。うん、ところが、またその市民の力に依存しているのが逆戻りして、古い老組主導で、しかも力のない、もうそういうものに、あのー、頼るようになると、で、僕は自治通信の調査の中で非常に興味深いのは。これはど,どんな調査なんですかあの、自治通信は29%支持率が出たんですけど、のその時に、立憲民主の支持率が公明党を下回っちゃったんですよ。 でじあの、前回あの、山口さんが言っているように、自治通信というのは、個別訪問でやってるので、うん、あの電話調査じゃないので、でね、かなり信憑性があるんですね、うん、その事態を自らが、立憲の執行部が真剣に考えないといけないっていうことに、実は、うん、あの調査が示してるんですよ。 あの、保選、あるいは千葉や静岡の県知事選、都議選、うん、横浜あの市長選でも、うん、あの、非常に不本意な野党共闘の形であるにもかかわらず、共産党立憲民主を軸にしながら国民民主や社民も加わった形で、だったら期待してもいいと。 うん、いう形で投票行動をしているわけですよ。それはやっぱりね、横浜を見ても、市民運動があったからですよね。うん、それまでに、やっぱり火事の反対とか、市長リコールとかっていう形でもって、住民の人たちが動いた。それで、場合によっちゃ、その菅の子分を倒せんじゃないか、みたいな雰囲気が出てきたから、みんな盛り上がって、そこでこう、まあ、えー、一種の、えー、連合がいろいろ、ちゃちゃ入れたけども、 まあ全体が野党が一致になったっていう形になってこう盛り上がって、ね、横浜市長選挙の時もそうだったし、うん、広島の選挙区でも市民がすごく動いてるし、新潟とかね、あのー、宮城やいろんなところでも同じようなことが起きていて、ね、多分ね、そのエネルギーを正しく吸収しない限り、 を壊せないんね、そうですね。で,で,で、あの、希望創造の時ね、希望の方に、だから、政界再編だったら、まあ、なんとなく、勝てる選挙みたいな形で、希望に行こうとしたところ市民が、それは違うだろうと。う憲法改正から何からね、こんなとこで、その二つの同じような保守二党みたいになったらおかしいぞ、って言って、声が上がって、あの、立憲民主党ができたっていうのは、あれは、 別に労働運動関係ないですよね。そうだから。市民の力だったわけですから、そこのところに原点がやっぱりあるわけですよね。そう。山、山田さんの言い方をすれば、もともとそういう形で成立したのを裏切ってるっていう感覚なんですよ。うん、多くの人は。うん、だから、期待してた人たちに対しては、なんで自治通信の結果が出るかっていうのは、非常にもう明らかなんですね。すねじゃあ、民間大企業労組は、本来は、 の原点に帰らななきゃいけないけってこと僕たち見てて、連合ってもうちょっとまともな、その団体だったんじゃないかなと思うんだけど、この頃いろいろ野党共闘へのこう、なんていうクレームの付け方を見,て見てるとですね、例えば広島でも、その、立憲の候補って、共産党の応援弁士並べないとかっていう、なんか、そんなこと言ったら違うじゃないと思うようなことを平気でこうやってるわけですよね。だから、としての、うん、 レゾンデートールを失ってるからこそ、かつて共産党や社民党のような、うん、あの、そういう、ちょっと、左派的な勢力と対抗することによって自分たちの存在意義を、あの、確認してたわけです。うん、それをもう一回やろうとするんですけど、実態はもう全然違っちゃって、雇用の非正規化と賃下げが長期化しちゃってるために、もう組織率、例えば、労働組合の組織率そのものがもう17%前後ですよ。 が集票力はもう明らかになくて、もう連合の民間労組が何言っても、もう当選しないですよ。うん、で、正社員の特権組合になっちゃってるから。いや、そこなんですよね、結局。だから、大労組っていうのが、いつの間にか労働運動っていうよりも、まあ、会社と、まあ、いろんな形で持って労使協調する、第二人事部的な色彩をね、強めてますよね、今ね。そうね。だから、例えば裁量労働制の時に、 今のお、なんていうか、執行部じゃなかったんですけど、結果的に、あの、これを容認した、しようとして、うんで、非常に反発を打ったと。だからむしろ、国民の支持が、これに、くっつけばくっつくほど落ちるんですよ。 そうですね、これが今起きてることなんですよ、つまり古いものに対してみんな、抱きしたいと思ってるわけですよ、その対象になっちゃってるわけですよ、ですでなぜかっていうと、失敗経営者と労使協調して、つまり高度成長期は経営者と労使協調すれば、うん、それなりに共産党や<う>あの社会党を、第一組合をこう排除すれば、うん、それなりに、 えけ、あの、ご褒美をもらって、賃上げがあり、雇用も保障されていたんですよ。ところが今もそんなものない、なくなって、で、 原発ゼロを例えば撤回するとか言ったら失敗経営者のやってることとほとんど電力既得権益の擁護にしかならないわけですから産業衰退を快速して自重自爆になって自分たちが雇用を失ってるんですよなぜかといえば東芝を見ればわかるし三菱や日立でもそういう状態になってるしパナソニックでさえですよどんどん切り売りで自社の雇用が確保できなくなってるとそれを自分たちが何とかしなきゃいけないあるいは 一人一人の、例えば、労、あの、組合員が、あの、いわゆる、あの、なんか、企業から不当の労働行為を受けても、その人たちは組合に相談行かないですから。そうですね。みんな裁判、裁判所行っちゃいますから。だから、そういうふうに考えると、 もっと一人一人の権利を擁護したり、それから雇用を守ったりすること、あるいは失敗の経営者に対して、しっかりものを言っていく、労組の原点に戻っていくってことが、彼らのやるべきことなんですよ、うん、それによって国民の信頼を取り戻すっていうことが、番必要なんですねこれもね、遡って考えれば、冒頭の話の1990年代からおかしなことが始まった。 それはバブル崩壊の後、リストラナー話が吹いた。そのリストラの時に、労使協調でもって、大企業組合っていうのは協力したわけですよね。そ,<う>そこでどんどん、その、まあ、企業とすれば、あの人権交付を引くすた,めのために、非正規を作っていった。そういうものを受け入れてきた。で、自分たちは正社員の利益だけを守ろうっていう形でもって、労使協調していくっていう。まあ、この辺からずっと大きな波が来て、気がついたらば、 まあなんとなく、この、本当に労働組合、えー、自民党と組んでもいいんじゃないかみたいなことを、労働組合の方から言い出すような大組合が今出てきた。そう。だけど、自民党っていうのに、かつての、例えば、高知会とか、形成会のような、うん、保守リベラルならまだしも、うん、今起きてるのは、今日話したような、うん、愚者の支配の仕組みとしての安倍さんや菅さんの、こういう、うん ワンセットのこの、ね、あの、なんていうんですか、ソフトな独裁性みたいなものなわけじゃないですか。すだから日本を滅びの道に導くような形の愚者支配ですよね、今ね。そういう自民党に、あの、すり寄っても、労組としての存在意義は全くないどころか、うん、公明党の次にお前もか、維新党の次にお前もか、こういう、なんていうんですか、 ファ,ファシズムじゃない。戦前のファシズムとは違うけど、うん、このソフトな独裁性みたいなものを支える役割になるんですかってことになれば、<え>まあ、ある意味で、既得権益を守る勢力になるので、でも支持されないと思いますよね。でもね、それが今やっぱりさっきのね、分かれ道のところだと思うんですよ。結局、そうは言ったって、自分のそのご利益っていうか、目先の利益を追求していくためにはですね、権力とに近づいた方がいいっていう人たちが増えてますね、一方で。そうですよ。 だからそういう形でもって大老素までそっちまで行っちゃったらば、その金子さんのいいような、そのソフトな独裁というか、じわじわ独裁ですよね。うん、じわじわ独裁の方向に行ってしまうのか。で、じわじわ独裁っていうのは愚者の楽園であって、それで公安警察と、あの、 えー、官庁に対する睨み。それでもって、こう、あと、ライバルを潰していく仕組みとか、そういう形でもって、日本を悪い方向に転がしていかねない。そっちの方にこう、行ってしまうのかっていうところは、本当に今問われてると思うんですけどね。そうですね。で、僕が心配してるのは、若い世代のチャンスが全く失われていって、新陳代謝ができない社会になってしまったときに、まあ、次回以降僕が、この今の、 経済がもう相当のツケが溜まってますから。うね、もう金融市場も何も全部麻痺状態ですから、これをどうやってつあの突き抜けていくのかっていう新しいエネルギーを我々自身が失うことになっていくと。そういう意味では、この選挙を含めてですけど、市民の力がこの愚者の支配、うん、ソフトな独裁性を潰していく、あるいはぶっ倒していく。それがもう喫緊の課題であって、うんうん 多分歴史的な課題であるというふうに僕は思って、ね、まあ、あえて、あの、政治経済学の立場からこういう議会制を壊さない議会を空洞化させる、この独特な仕組みをえ私なりに分析するっていうことをしたのは、この、まあ、ある種のこう時代的な 転換期に、えー、もういよいよ来たのか。ここが最後のチャンスだろうっていうふうに僕は思って、うん、今こういう、はい、なんていうか、政治、経済を支えている政治の仕組みを本質的にこの極めて危険なものだっていうことを理解していただきたいなというふうに思っています、ね。今回の言いたい放題は一応三部構成になってまして、この愚者の試合をぶっ飛ばせっていうのはまず一回目。 今どんな政治構造の中で我々やばいことになっているのかということを今日議論したんですけど、それについては2回目以降は、じゃあどんな社会をこれから作っていくのか、経済に今どんな問題があるのか、このままだと日本経済どうなってしまうのか、そのあたりのことを2回、3回とえ連続でやっていきたいと思います。はい。まず今回はですね、安倍、菅、麻生、このメンバーで日本がこれから行っていいのか、じゃあ表紙を変えれば、 何か変わるほど世の中簡単なものなのかどうもそうじゃないじゃないかなってことを今回、まあ、1回目でや,ってやらせていただきましたけど 2>,、ね、2回目以降もうちょっとそれを、えー、具体的にいろいろ政策を交えて議論していきたいと思いますお楽しみください、はい、僕も最後あのこの埋め込まれたメカニズムを倒していかないとまさに山田さんがおっしゃるように表紙を変えるだけでは多分今の日本はあの脱出することはできないというふうに 確信していますので、ぜひあの考えていただければと思ってます。はい、以上です、はい。よろしくお願いします。どうぞ。